南海2万1000系電車は、かつて南海電気鉄道に在籍していた、一般車両。登場当時は2万1001系を称していた。なお、本校では、休憩車から機器を流用した同系車の2万1201、系電車についても記述する。高野1山岳区間への直通運転対応車として、初めて、カルダン駆動を採用した車両である。現行の2000系。 2 3 0 0系へと連なる、ズームカーの系譜の講師となった。造備車であり、南海線7100系と、類似する直線基調のデザインに改められた22000系との対比から、丸ズームと呼ばれていた。1958年から1964年に、かけて、モハ2万1001モハ2万1200モハ2万100、モハ2万1001の、 全電動車方式による4両編成8本32両が地元大阪府堺市に所在していた帝国車両工業で申請され、南海では1997年まで使用された。クロスシート車は3万系登場までは臨時、荒野に使用されることもあった。車体は後述する2万1201系が先行採用したものを踏襲した。 1 1 0 0系 k 二次車以降の悲観通計を同じに扉でも17メートルに短縮したスタイルの順調角構造である。車体裾に丸みが付けられていることが示す通り、その断面形状は長角構造の原則に忠実に従って設計されており、丸ズームという愛称もこれに由来する。室内は1962年に申請された三次車の 第4編成までが1万1001系と同様の扉間転換クロスシート1963年から1964年にかけて申請された4.5次車はオールロングシートに変更された。1974年に第3.4編成はオールロングシートに改造されている。この際第1.2編成はセミクロスシートのまま残されたが、これは前日の通り臨時。 荒野として運用されることを考慮してのもので、当期に実施されていた2万系の定期検査時や、同系の故障時、下記の特急増発時などに重宝された。照明は、蛍光灯一列に加えて、座席に棚下に、伝統の読書灯が備えられており、これは、ロングシート車にも継承された。三次車の第四編成からは、乗務員室側開き度が、客室側窓より高くなった。 山岳区間に介在する50パーミルの急勾配を自力走行するためには最大の駆動力が要求され、全電動車方式を採用したことも、去ることながら、歯車比も12、83イコール1、6.92とし、当時としては異例の高ギや比となった。その反面、平坦線では高速走行が要求され、モーターの牽引力を低下させない目的で、 故障線輪を装備し、電気種の反作用を打ち消すことで整流を安定させている。これによって、通常は40%程度が、限界の弱め回示率を25%まで引き上げることが可能となった。河川電圧 600V 時代は、山岳区間では時速 30km 走行、平坦線では時速 100km 走行が可能であるが、1500、 ボルト昇圧後は平坦線では性能が向上した。また、抗議や火を生かして、起動加速度は時速 3.1kms、減速度は時速 4.0kms となっている。主電動機は、東洋電気製造製 TDK-820B を装備し、駆動装置も同じく東洋電機が開発した、中空軸平行、カルダン駆動方式。 制御機についても当初は、東洋電気製 ACD-10 を採用した。主回路構成については故障の際を考慮し、各社に1台ずつ制御機を搭載して4個のモーターを制御する 1C4M 制御方式を採用しており、全社に各一機パンタグラフが搭載されていた。また、3次社からは、最後地並びに制動開始時に起こるショックを極力。 緩和するための対策もなされている。これはもともと前年に登場した2万系で、磁気増幅器式スポッティングを付加した制御装置を採用して大成功を収めたことから、これを本系列にも波及させている。ブレーキシステムは、当初より、三菱電気製 HSC、D 電磁直通ブレーキで、制御機の発電制動機能と連動して動作する。また、手ブレーキも残されており、 後年保安ブレーキが追加されるなど、急行媒戦区で使用されることと過去の事故経験を生かして、ブレーキ故障時の暴走事故を防ぐべく、二重三重の備えがなされていたことも特徴であった。高野線では、昭和初期以来、ワー形成御器による電力回生ブレーキが使用されていたが、本形式開発の時点では、変電所の整流器が、 回転変流器からシリコン整流器へ交換されており、余剰電力の吸収ができなくなっていた。このため本形式では負荷となる列車が存在しない、状況での確実な制度が期待できないとして、電力改正制度の搭載は見送られている。台車は、第1.2編成が、住友金属製中高ウィングバネ式台車の FS17。 第三編成以降がこれにボルスターアンカーを追加して、陽動の抑止を図った FS17A である。本形式の伝送品及び台車は、あらかじめモハ 1021K1024 に先行試作品が装備されて、本線上で試験走行を繰り返し、実動データを収集の上で採用されており、複雑かつ高度なシステムにもかかわらず、当初より安定した性能を発揮した。 空気圧縮機は、当時の南海では他車種に搭載されていた C- 線形を搭載していた。1973年に南海本線、高野線系等の河川電圧が直流 600V から 1500V に昇圧されることが決定したため、以後も全車が継続して使用される本形式については、冷房加工時と合わせて実施されることとなり、1972年、 以降検査周期に合わせて近畿車両で改造工事が実施された。その内容は、これまでの1台の制御機で4個の主電動機を、司る 1C4M 方式をやめ、4連を2両単位で、ユニット化し1台の制御機で8個の主電動機を、司る 1C8M 方式に改めた。ナンバよりの奇数車には、パンタグラフ、電動発電機、エアーコンプレッサーなどの補機を搭載し、 極楽橋寄りの偶数車には22000系に搭載されているものと同じ日立製作所製 MMCLHTB-20D とこれまでの強制通風式に変えて自然通風式に変更されたリボン抵抗器を搭載した。また、主電動機は偶数車と奇数車で高圧、低圧の直列つなぎとなるように主回路を構成し制御器を搭載する。 高圧側の空数車のみ絶縁を強化した、小圧対応設計の TDK-820EO を総加していた22000系の奇数車の種、電動機と交換した。ちょうどこの時に両編成の増結用、車両22000系を本形式と同数の32両を建造しており、22000系と仕様を揃えた上で、種電動機を両車で入れ替えることにより高価な種。 電動機を大改造したり心臓品と乾燥する必要がなくなることでコスト増を回避するという同数心臓ならではの一石二鳥の巧妙な方策をとっている。ただし TDK-820B と E では絶縁強化の関係でブラシ部分の構造が異なっていたため保守の瓶を考慮して B のブラシ支えを改造し E 仕様のパーツを共用可能とした。 なお冷房装置への給電用としても使用される。電動発電機は7 5 k v ア,ア級の大容量モデルが採用された。外観で特徴的なのは自然通風式に変更されたリボン抵抗機で22000系のものより大容量とされ、その機器箱は台車間のほぼ全長を使い切るほどの容積であったことが挙げられる。冷房装置は 日立製作所製の集中式冷房装置であるフター -550 から 206D が採用された。これは同時期に南海線用の姉妹車である初代1000系が採用した三菱電気製 CU-73 と同等品であるが調達先を分散させている。1969年10月に22000系が登場すると同年11月1日から 河内長野駅にて増解決が行われるようになると、それの登場に合わせても、ハニマン10001系奇数車において連結機を、それまでの NCB2 から、60点式電気連結機 CE、S747 回を付加した CSD-80 回り子式密着連結機に交換することとなり、まず最初から、オールロングシートだった第5から8編成に対して実施された。 続いて1974年にはセミクロスシートの第3編成、同年12月には同じく第4編成に対しても実施され、そして1982年8月にはセミクロスシートのまま残された第1編成、さらによく1983年2月には同じく第2編成に対しても実施されて、すべての奇数者における連結機交換を完了したが、 逆に偶数車は NCB2 のまま残された。しかし1990年に2000系が登場しているが、そちらの電気連結器は120点式の CES760 を採用しており、点数及び接点構成が異なるため、同年3月から4月にかけて22000系ともども CES760 に交換して120点式に統一した。 1990年より大運転用の久々の新型車である2000系が登場し、これと1、1で置き換える形で本系列のトータが1993年に開始された。過渡期には2000系との連結も見られた。最初に廃車となったのはクロスシートの第一編成で、 2000系の二両編成タイプの第一陣である2031から2181.2032から2182の竣行と入れ替わりで長期級車となった後に廃車となった。以後、2000系の増備に合わせて本系列のトータと22000系のトータ、転用が進んだが、 本系列については1995年に余剰となった第2.3編成から中間車を抜いて2両編成に短縮し、連結機の交換や平坦線では不要なズームカーとしての機能をカットする措置を行うなど、小改造を実施した上で田名川線、和歌山高線への転用が実施された。これは、四川区で長らく使用されてきた吊り掛け駆動の1521。 系が、老朽化で淘汰され、車両が不足したために転用が決定されたものであった。なお、この際余剰となる中間車はそのまま、廃車解体されている。もっとも、転出先である田長和線、和歌山高線での運用期間は短く、1997年2月までに、転出車が一足先に廃車となり、高野線に残った車両も、同年11月の、第八編成による、 さよなら運転を最後に、全車廃車となった。廃車となった、編成のうち、扉間転換クロスシート車であった第1.2、編成の先頭車4両は、静岡県の大井川鉄道に譲渡され、同車2万1001系として、第3.5から7編成の先頭車8両は、島根県の市畑電気鉄道に譲渡され、同社三千系となった。譲渡車はいずれもワンマン運転化改造を 連結面側のパンタグラフの撤去工事を受けている。詳細は、市畑電気鉄道3000軽電車を参照。市畑電気鉄道へ譲渡された編成は、1997年2月に運行を開始したが、2015年2月より後継の線形に置き換えられる形で廃車が始まり、2017年1月22日のさよならイベントをもって運行を終了した。 大井川鉄道に譲渡された車両のうち2万10001.2100には、譲渡前に旧車状態で工場に保管されていた、時期に5万系、ラピートの塗装比較試験に使用されたため、譲渡にあたっては、再塗装が必要となったが、この際大井川鉄道側の希望で、緑の濃淡の旧塗装に戻され、追加譲渡された第二編成もこれに倣っている。の際には正面に、 六角型の行き先表枠が設置されている。2017年2月26日には、二編成を並結した四両編成で運転される貸切乗車ツアーが実施された。この際に六角型行き先表枠を撤去し丸型ヘッドマークを設置する改造を実施していた。また、同年9月には撤去されていた連結面ンーパンタグラフの再設置が完了し、 南海所属時代への復元を目的とした様々な取り組みがなされている。2018年6月には2万1002の種別表示板が南海時代の丸板に変更され、2万1001も同年7月に丸板に変更された。岸川線2万12012万1000系、登場前年の1957年に1956年の キー・カミヤキー・ホソ間のトンネル火災事故で車体を消失した旧型直通大運転車の機器を採用しても、ハ2万1201もハ2万1203さハ2万1801もハ2万1202の4両編成1本が帝国車両で申請された。車体デザインは1万1001系、第2次車に準ずる、いわゆる湘南型と呼ばれる前面2枚窓、 機関通型の順調各構造17メートル級軽量車体で、これは、もっとも、車内は、扉間転換クロスシートとされ、心臓当初は、扇風機が未設置であったが後日追加設置された。主電動機は、吊りかけ式の三菱電機メガバイト -146TAF。制御機は、改正制動機能を備えた電動カム軸。制御機である東洋電機は、-17T。台車は、 帯びこ組み立て式の釣り合い両台車である、記者製造 K16 という戦前以来の大運転用、電力改正制動車そのままの仕様であったが、ブレーキのみは、アム自動空気ブレーキが採用されており、高野線系統では、初の元空気ダメ鑑式自動空気ブレーキ装備車となった。なお、被災者が3両に対し製造数が4両で、数が合わないが、これは、 当初産業編成前提で製造計画が進んでいたものの途中で中間電動車の追加が求められ電化車や工場在庫の予備部品を急遽かき集めて必要機器の確保が図られたためである。また、主車の関係で編成中の一両は付随車であった。本系列は大運転用としてワー形成御器搭載の模二1251型などと 共通運用で運用された。1967年にはロングシート化されている。旧型車の機器を採用したために、昇圧工事が困難と判断され、2万1 0 0 0の昇圧工事期間中の台車としてフル活用された後、1973年10月7日の高野線火線電圧の直流1 5 0 0トへの昇圧実施に伴い旧車となった。 千二1251型などの在来車のように廃車とならなかったのは、その新しい車体の廃棄を惜しんだためと考えられるが、結局伝送品の交換による2万1001系編入は実施されず、本系列淘汰に伴う車両数の減少は2万2000系の増備で補われた。こうして旧車となった本系列4両のうち、中間車2両は早期に廃車され解体処分となった。 一方、戦闘車二両はその後も温存された。その中の一両、モハ21201は、岸川線での三両編成運転実施のために、電装解除され、制御尺波21201として、転用改造された。この際に、緑色の濃淡のツートンカラーに、塗装変更されている。残るモハ21202は、千代田工場新設時に、 クレーン試験車に当てられただけで再度走行する機会は得られず、1983年3月29日付で廃車となっている。転用されたクハ21201は通学ラッシュ時の増結用として運用され、当時反抗性車体の1201型で統一されていた、岸川線では唯一の全金属車体を有する車両であった。しかし、 沿線の人口減少や、毎間普及で乗客が減少したことから産業運転は中止となり、区波2万1201は1986年8月29日に廃車されている。廃車に際しては、車体が新しいことを利用して、この車体を実際に衝突転覆障害の際に、生じる車体破損の実証実験に用い、車内で使用する技術データの収集を行った後、 解体となった、大井川鉄道2万1000軽電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。